い、皆さんこんにちは。こんにちは。そろそろ慣れてきたかな、スポーツチャンネルです。スポーツ、はい。でもね、なんかいつも考えてるけど、いつもみゆちゃんと二人やってるとテンション同じだね。そうだね、全てのやつね、うん、真面目な話やっててもテンションこんなのってやつね、うん、でもいいでしょうね、うん、毎回キャスターが同じでもやっぱりみゆちゃんとはなんかこれうまく相性が合ってるようですから、うん、ね、あの楽しくね聞いていただいてる方もたくさんいるってことが分かってるので、はい、その人たちのためにやってみたいと思います。はい、はい、で何かっていうと、現実的な問題としてはね、スポーツですよ。スケートですよ。スケートやっぱり今スケートでしょ、うん、どっちかっていうと、うん、まあね、冬だからね。はいはい、うん、まあ今ね一番怖いことはね、ピョンチャンオリンピックっていうね、そうそう、あの次にあるピョンチャンって場所ですよ、韓国の。そのオリンピックの開催をあの危ぶまれてる、あちょっとあるんですけど ね、 大丈夫かね。でもね、そういってもウィンタースポーツはどっかで開催されますので、うん、スケートの話をちょっとやろうかなって感じです。スキーもいいんだけどね、うん、ということで、今週も頑張っていってみたいと思います。分かんないことあったら何でもいいです。スポーツチャンネル、はい。で、みゆちゃんはスケートって言ってもいろんな種類があるじゃない。例えばスピードスケートとか、うん、やったことある、うん、おお、よかった、滑れる普通に、うん、はあ、そう、すごいね。フィギュアスケートってもあるよね、うん、ホッケーってもあるよ ね、 あるね。ウィンタースポーツの中でスケートってのはやっぱり花形でいろんなことがありますけども、うん、何が一番好き、やってて見てて、あ、見ててやっぱりこう、うん、踊るフィギュアかな、うん、フィギュアスケートね、スケートってのかな、あの本当にね、あのスケートあんまりやらない方に言っておきますとね、これ、うん、スピードスケート用とホッケー用のと当然のことだけど、フィギュア用ってね全部スケートのね、あの靴違うんだよね、うん、で、あのスピードスケートってのはやっぱ足が長くてスピードが出るようになってて、シュンってなってる、ね、横にね、ハの字型に切った時にいけるようになる、うん、ホッケーってのは回転ができて、うん、ストップできないような仕組みになってるんだ、うまくね、フィギュアギザギザ、フィギュアギザギザがあって回転できるようになってます、うん、で、まあもちろん最近有名なところでは、あの浅田真央ちゃんがね、いろいろ頑張ってて引退するのどうたらこうたら、うん、あと羽生くん、羽生結弦くんね、あの子もすごい頑張ってて怪我したなんかしててかわいそうだったけど、うん、でも日本っていうのはフィギュアがどっちかって強い国だよね。そうかもね、うん、その昔は伊藤みどりさんっていうのがいて、うん、その、まあ、その足が非常に太くて、見た目はどっかの田舎のお姉ちゃんみたいだったんだけど、あのトリプルアクセルを初めてやった人、初めてでした、うん、そこから先っていうとやっぱりその浅田真央ちゃんがトリプルアクセル有名で、うん、もう一人安藤美姫ちゃんかな、が4回転をしたっていうのが有名だけどね、うん、でも現実的にそのスケートの競技の中にやっぱりダンステクニックなんかと一緒に入れると、女性において3回転半って非常に酷なんだよ、難しい、うん、男性の瞬発力、要するに飛距離がないと4回転ってなかなかいかないから、ジャンプ力もねですね、うん、地面に落ちるまでの間にそういっぱい回るから。でもね、本当浅田真央ちゃんのね、あの見てた時に思ったんだけど、すごいジャンプ力とその足腰の何なんだろうな、バネがすごいから腰が沈まないんだよね、下まで、ね、バンビみたいな、あれはねすごいなと思った。でももうさすがに年齢的にやっぱり大人になってきちゃって体が硬くなる時期だから、おそらくピークは過ぎちゃったのかなって残念だけど思いましたね、うん、まあね、浅田真央ちゃんファンごめんなさいって言いたいんだけど、うん、やっぱりあのそういうことを考えちゃうと、優雅に待って優雅に踊った、静香さんなんだっけ、荒川静香、あ、うんうん、あの人がまたね、あのその時代をね引っ張ったってことすごいなと思ったよね。あと昔さ、うん、キャンデロロとかいうさ、大好きだったね、キャンデロロ、面白かったね、あの人のなんかすごい、うん、あの人はね、オリンピックはね銅メダルぐらいだったんだけどね、とにかくね、エンターテインメントがすごくて、すごい、うん、マスクオブゾロなんかすごく良かったね、やっぱりプロになるべきで、やっぱり今プロになってからもオリンピックに見るとね、そこに花束が逆に行われるぐらいに、あのファンが多いんだよ。あの当時の金メダル誰だって覚えてねえもん、うん、私もその、うん、あの滑ってるイメージしか覚えてない。キャンデロのね、特にあれはエキシビジョンの時すごかったんだね、かっこよかったね、うん、なんかこういうもんなんだ、うん、スケートってと思って、そうなのよ、だからね、そういうことを考えるとやっぱりいろんなねことがあるけど、フィギュアスケートってのは花だなと思うね、綺麗綺麗綺麗だね、うん、まあ、あの今後日本の、ね、フィギュア界どうなるかっていうと、まあ、男性陣は羽生結弦君がいるから、うん、他は随分引退したかもしれないけど、やっぱり彼の強さっていうのはまだ20歳そこそこだから、20歳か21歳だから、これはまだまだいけるよね、うんうん、でやっぱりジャンプ力もあるし、あとやっぱり負けず嫌いの根性ってのあ本番に強さがあるでしょ、すごいね、それはすごいね、そこら辺はすごいよね。最近の若い世代の子ってさ、本番強い子多くなってきた、うん、あのどうなんだかな、20代の子、あの羽生結弦君が特にすごいね、うん、あとほらテニスの、あ、まあね、うん、そうだね、うん、結構本番強い子が多い、ちょっと変わってきたのかな、世代だね、うん、今羽生君すごかったの、ほら怪我した時も最後まで出てやっぱり勝ち取ってるから、すごいね、うん、やっぱすごい、その後やっぱり倒れちゃったけど、それでもね、出て勝って、ね、ちゃんと演技してね、優勝するってとこあたりはあの根性あるなと思いましたね、うん、
まあスケートってのはチーム戦であることは確かで、コーチといかにやってどういうふうな要するにルーティーンを作っているところがあるから、日本人もそういうようなね個人戦じゃないことを分かっているところが強いのかな。ああそうかもね、うん、ちゃんとその理解しているってことだね。そうだね、役割を、うん、だからねそれを考えたときに今後のライバルとしてどうなるかっていうことを考えたらロシアがやっぱ強いなってのはあるね。北のねそういうね国なんか氷の国だから、やっぱりロシアとかねアメリカってのはやっぱりそのスポーツにかけるその情熱というかさ、うん、お金とかあれが違うから負けず嫌いというか、うん、やっぱり強いよねロシアの人。日本って驚いたのはさ、オリンピック行く時でもさエコノミーで行かせるって言うじゃん。ああそうか、そうで価値が違う、ね、メダル取るとなんかビジネスが入ってくるとかよくビジネスなんだ、うん、それでもね、うん、だそれってさやっぱりエコノミーなんかでブラジル行ったら勝てないよ、うん、サッカーもそうでね、俺さ例えばサッカーでブラジルとか行ったじゃん、勝てるわけないよ。だってエコノミーでさあんな何十時間28時間トータルで飛行機に乗らなきゃいけないんだよ、うん、それはスポーツ選手のことを考えたら最低限ビジネスクラスで行かせないと、うん、それは無理だと思うんだよ。どう思いますか、こうやって乗ってね、うん、まあ、要するに体縮めてね、ましてやそのオリンピック選手なんか乗ったらダメだから、近場でやるとか地元開催が強いのってそこなんだよね。そうね、伸び伸びとこうずっとね、うん、でもスタインボルトなんかさ例えば背の高いいるじゃない、ああいう人たちがさ例えばよその国に行くときにどう考えたってエコノミーじゃ入らないからね、うん、入らない、うん、だからそこを考えたときに日本がやっぱりスケートでも何でもそうなんだけど、だから今度ピョンチャンでやるオリンピックなんかはピョンチャンというとね、まあ可愛くねんだよね、韓国だから、うん、誰韓国のねピョンチャンでやるオリンピックなんかは正直言って近いから楽だろうな。あまあね、うん、でもそのオリンピック自体が開催がちょっと危ういんだよ、ウィンタースポーツはね、うん、あとなんかさ、うん、日本に対して厳しそうっていうか、うん、なんだろういい環境、まあ、ありますね、くれなさそうなところあるよね、うん、まあでも実際問題今ねピョンチャンオリンピックって開催がね危ぶまれてて、お金が足らないし場所の整備がないんで、やっぱり国からね NG が出てんだよ、うん、前どこだったっけ、サッカーの試合のとこだっけ、うん、準備できなかったとこ、ブラジル、ブラジル、うん、なんだっけ、もう始まってんのにまだ建設中とか、ありえないね、はいのね、すごいよね、うん、だからそういうところは日本ってのはすごく丁寧でしっかりしてるから大丈夫なんだけど、今から考えて作ってるもんね、そう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 、もうそれも考えて土地の整備がなんかやってるとこだから日本がね、さすが、だけどあとピョンチャンのオリンピックまでよく考えたらそんなにね3年ぐらいだから、それで果たして開催できるんだろうか、うん、で韓国の、ね、メディア、まあ、なんかこれスケートの話じゃなくなっちゃったんだけど、うん、まあ、一般的と考えてね、このメディアとしてはさ日本と共同開催するべきだと勝手に言ってんだよ、うん、でまた舛添のアホタレが、ね、今度ねじゃあね東京オリンピックの時は一部韓国でやりましょうとバカなこと言って、あれは吊るし首ですねあいつはね、うん、はっきり言ってね、だから結論的に別に共同開催なんかする必要なくて、東京オリンピックは東京だけオリンピックだよ、ね、ソウルがダメだったらソウルオリンピックじゃない、ソウルのピョンチャンオリンピックじゃなくてピョンチャンだけじゃない、いろんなところでもその韓国の中で調べちゃう、日本を巻き込まないでほしい、うん、そうだよね、日本は日本でやりたいんだから、長野でやりたいんだ、うん、だからそれも考えてね、今そのウィンタースポーツの中ってのはまた難しいことは、雪がなければ滑れないってこと、まあね、この間のやっぱり冬のオリンピックの時にロシアの方でね、どこだったかな、雪がないんだよ、で人工的に雪作ってやったりとかしてやんなきゃいけない、これも難しい、うん、なかなか大変な、なかなか大変ですね、だからそういう場所の整備とかそういうこともあるし、うん、夏のスポーツだったらさそこら辺でやっとけばいいんだけど、冬のスポーツってのはアルペンスキーでもなんでも大変でしょ、氷ないとなって、うん、そう、スケートはね、まあそれでもねなんとかなるよ、スケートリンクの中でやればいいから、うんうん、だからそれを考えるとスケートっていうのが一番安定して見れるんだなっていう感じがしますね、うん、そうね、うん、まあキム・ヨナ選手はもう絶対出てこないだろうし、そうなの、うん、もうだって引退で完全な、あ、引退して、もうオリンピック出てる必要ないじゃん、一回さ、ね、メダルもいいの取ってるし、前回も銀でしょ、だから英雄になってるんだ、十分英雄だ ね、うん、もうだって戦う必要ない、うん、で日本は羽生結弦が今大将をかけていて、女性陣はちょっといないかな、そう崩れかな、あ、そこ今いないのか、うん、やっぱり3回転半回れる子がいないってことが一番でっかいって気にしますね、そっか、うん、まあそれ以外にもスピードスケートとかいろいろあって、日本は結構弱くはないけど、うん、でも人口1億2000万人の日本と6000万人の韓国で、韓国とメダルの数が韓国が勝ってるようだったら日本はダメだって感じだな、あ、そうね、はい、まあそんなこといろいろ言いましたけどね、でもスケート、自分も昔は滑ってたことあります、アイススケートローラースケートあったけど、うん、やっぱりアイススケートってのはなんかすんなり滑れると気持ちのいいもんですね、楽しいよね、はい、ということでウィンタースポーツも終わる前に1回ぐらいスケート滑りたいかなと思いません、ね、私はもう今はもう、ね、もう全然思わないね、それが部屋でネットやりながらゴロゴロしてたいっていう、もう人生堕落した形になってしまいましたけど、行くまで大変だよね、そう、行くまで大変です、何でもそう、スキーはね上行って怒ってくればいいわけだからいいんだけど、スケートは大変だよね、スキーやったことないね、
まあスキーの話もどっかでしましょうね、はい、スキーはね非常に面白くて俺福島でずっと昔やったことあったんで、まあそんな話も含めて、はい、スポーツチャンネル、はい、来週何になるかな、はい、分かんないね、いろんな話がね、ボクシングの話もしようかな、来週は分かんないよ、うん、てなわけでございまして、今週はさようならです。どうもありがとう。じゃあねー。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。